いつの間に気配がなかった。でも人間一人いい暇つぶしになる。回復までどれほどかかります？あと5分ほど。ではおしゃべりでもして待ちましょうか。増え続ける人間こそが世界にとっては敵なのですよ。自然博愛ですか。この場で確実に殺しておかなければならない。私を殺す？この目の全てが私自身。千堂、増援が来るまで生きていられるとでも？あなたを殺したその後ですよ。なんという殺気。かわされたら私は。かわしたりなんかしませんよ。キホッ！旅人が一人。お邪魔します。証拠にもなく友達を。いや、王宮にお戻りを。旅に出たいの。ちょっとそこのあなた。私ですか？何でしょう？見ない顔だが旅の者か。はい。外には魔物や鬼と呼ばれる怪物もいるんだ。あなた旅人って本当？本当ですよ。このアルダレイク王国の姫よ。姫ですか？そう。姫様、どれ立てだよ。随分と慕われているようですね。その代わり、旅の話を聞かせて。旅の？この国の中にしか私の全てがないなんて嫌なのよ。私より弱そうなあなたでも一人旅できるんでしょ。実は外の魔物も大したことないんじゃない？それでも一緒に来てくれますか？この国をいただきに参りましたので、そのご挨拶をいたしたく。この国の人間を皆殺しにする代わりに、毎月30人ほどの生贄を差し出していただきたい。さて、こうやって並んで歩いているの、なんだか交際してる。まずいことになった。計画を中止せねば。化け物だ。なんて数だ。お父さん、民を不安にさせてはならん。ちょっと何があったの？ヤキ、使いご苦労だったな。モキ、お主らも早く逃げよ。何？その国を滅ぼした人間がこの地にいたのだ。かなう相手ではない。逃げよ。逃げるか。味方！しましたが、外国にも鬼がいるようなので、桃太郎は海を渡りました。さあ、あなたで最後です。お前は一体何なのだ。キビツミコト、お前ら追いかけてここまで来た、しがないしがない旅人ですよ。でも正義が悪を倒す姿がこんなに怖いものとは。